公平が過去にストーカーしていたことがアンチスレミンの調査によって発覚した件について、あいつまだ叩かれてんの。なあ、もう許してやってくんねえか。もういい、もう許してやれよ。まだ叩かれてんのか、あいつ。もういいだろ。あいつも死んでるだろ、確実に。俺、じゃ、今日、公平の友達が俺の放送見てくれてて、なんかこの前ニコラジ終わりに言われたんだよ。うんこちゃん、僕公平の友達なんですけど、あんまり叩かないでやってください、つって。分かった分かった、公平によろしく言っといて、ね。俺が釘刺されちったから、もう言えねえよ、あいつの悪口。なあ。俺たちだけでもなんか仲間になってやろうぜ。地獄の底まで追いかけてくるんだ。地獄の底まで。へー。許そうとしてもあいつ自身がアンチスレで煽ってるな。何おい、公平の悪口。お前いつまで公平のつもりでいいんだよ、バカかよ。おめえもう冴えない40のあれデブだろうがや。歌がちょっと上手い。おめえが生き生きできんのってあれだぞ。底辺ブス連れてカラオケしてる時だけなんだぞ。お前はもう公平じゃないんだぞ。冴えないサラリーマンだぞ。ちょっと歌のうまい。いつまでお前あれだ、公平でいるつもりなんだ。ただの声高いおっさんだろ、ロン毛の。ちょっと高い声で、俺の方が高い声出るじゃん。あいつ偉そうにしてるけど、俺の方が絶対高い声出るよね。みんな演奏してみた、好きですか。俺の方が公平に似てんじゃん。あいつ結局にわかじゃん。高い声は俺らも絶対出るし、一ヶ月時間くれたら俺公平で歌うまくなる自信あるし、マジで。絶対俺らも上手いしな。ビーズの才能あるし、俺の方が公平っぽいから俺が上手いか。俺の方が公平っぽくない。ボイトレで歌うまくなる企画やる。なんかテレビであったな、石原良純が歌うまくなる企画みたいな。あいつジャムのオーディション最後まで残ったんだろ。超自慢してそう、あいつそれ。絶対昔の話でしょ。超自慢してそう。断るごとに言ってそう。俺ジャムの、お前最終オーディションまで残っても結局受かんなかったら一回戦敗退と変わんねえんだよ。バカがや。いつまでお前、いつまでそれ超浸ってそう、それに。絶対それだよな。絶対、あれだよな。浸ってるよな。受かったらすげえよ、そりゃ。ダメなんだよ。受からなかったっていう事実しか残らない。記憶に残らない。実際してるよ、アンチすれないで。もうだって、関係ないんだから見なきゃいいのに。え、それもう確定なの？いや、だけどさ、その、俺ね、2ちゃんに張り付いて悪口言ってる、ばっかり言ってるやつも確実に精神の病気だと思うんだけど、悪口言われてるであろう2チャンネルの自分のアンチスレをわざわざ覗きに行って、そこで精神病んで、しかも、そのアンチを煽ってるって、両方マジで、本当に精神科の中の争いだぜ。マジで。だって、こうやってさ、口でさ、説明するとさ、異常なことが起きてるって分かるよな。俺は変じゃねえよな。俺変じゃねえよな。俺変じゃねえよな。すごいよな。熱い、あるしファンだよね、多分ね。覗くどころか自分でスレ立ててて、お前のスレにも公平未だに来てる。おい、てめえ、ふざけんなよ、ブス、この野郎。おい、公平が俺のスレでなんて俺にくっついて書いてるか、マジ書け。お前、ざけんじゃねえぞ、てめえ、この野郎、ブスが。ネチネチ、ネチネチ、てめえ、粘着しやがって。うせろ、ブスが、てめえ、この野郎。おめえ、いつ、昔っからそうなんだよ、悪口言うときなんかゆっくりに言わして、自分は替えの外からなんか、斜め上から俺っておしゃれだよな。歌い手活動して、つつ運命に電子コメで噛みついてる俺ってマジでイケてるよなみたいな。全然イケてねえからな、お前。やってることも見た目も性格もみんなブスだからな。
わざわざてめえ、粘着しやがって。おめえ、俺の LINE ID 教えて。わかった。俺、公平の Twitter に今フォローして DM 送るわ。俺の LINE ID これなんで直接出てください、つって。ふざけんな、あいつ。ビールっ腹だな。晒されるぞ、晒してほしいわ。公平はネットいじめを許さない市民の会、青いっていう名前で活動してる。ネットいじめ、おい、めっちゃ、何それ財団法人。え、NPO じゃん、これ。おい、俺たちもう入ろうぜ、これ。おい、ちょっとさ、俺たちも入ろう。ネットいじめを許さない市民の会。11。俺も、今度から2ちゃんで書くね。ネットいじめを許さない市民の会11。なんだよ、それ。いや、だから引退させない方が良かったんだよ。だから引退させる。俺言ったじゃん、釘を刺したじゃん。いや、ああいうやつは絶対に、なんか、だって引退しちゃったら別にあいつも幸せになるし、叩いてるやつが不幸になるから意味ないんだって。なんとかうまいこと、舵取っていかなきゃいけないんだって、両方が。そしたらすげえ幸せじゃん。公平もそれなりに金も、ね、稼げただろうし、叩いてるやつも気持ちよかっただろうし、もう引退したら全てルーズルーズだからね。ダメなんだよ、絶対。なんていうのかな、汚ねえ死を遂げるまではやっぱ、両方がうまいこと舵取っていかなきゃほんと意味ねえよ。あいつが勝手に弟の家を晒さなければ引退しなかったのにな。あいつ、勝手に弟の家を晒して、それで特定されて引退したの。センスあるわ。怖えって誰、知らなくていい。ごめんな、みんな。知らなくていい人なんだ。俺のソウルメイトだ。俺ニコ動に友達一人もいねえんだけどよ。俺の唯一の友達。俺の唯一の。だから、浅野先生とか。いや、でも、あいつはさ、精神が安定してるし、言って美人じゃん。で、浅野ブスだよなって言ったら、正直それは強がりになっちゃう。あいつ美人じゃん、なんだかんだで。ダメなんだよ。もっとなんかちゃんとした、公平だって、公平正真正銘のブスじゃない。公平、俺はちょっと頑張ってほしかったんだよなぁ。いじめからネットを守ってるんだ。俺の名前公平なんだけど。いや、でも昔はな、輝かしい歌も上手くて、笑いセンスもあってすごい人気もらったんだよ。だから松坂、今の俺たち世代が大輔って付けられて困ってるもんなんだよ。今やね、松坂大輔はさ、ただの投げ、なんていうのかな、豚じゃん !10 億円、年俸12億円で買われてる豚って悪口言われてんじゃん。それと一緒で、公平っていう名前も昔はブランドだったんだ。しかめ窓かあたりからボールが出てきた。公平の自慢はジャムと国立大学。いいじゃん。いいじゃん。昔は好きだったんだ。言わなきゃかっこいいのにな。言わなきゃかっこいいのにな。あの視聴者からさ、公平は、おい、なんかあいつでも、あれじゃね、ジャムのオーディション受かったらしいですよ、みたいな。あいつ絶対さ、アメバブログとかのさ、その自分のさ、経歴のところにさ、ツイッターのフォロワー何十万人、ジャムプロダクションなんとかオーディション、最新オーディションにて不合格みたいな、絶対書いてただろ。だったら合格しろよっていう。絶対書いてるよな。